こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回は5位、筑波ダガマですね。筑波ダガマの能力。まあまあ高いです。まあ最も使いが溜まっている選手が何人いるんで、その中が何人、登場してくるかですね。ベストメンバーで行かねばなりません。幸い疲れは誰も溜まってない。節子に帰るぐらいかな。やっぱり強いですね。さあ、未来フィールド筑波。です。飛ばしてしまった。おっと、ピンチ、危ない。飛ばしてしまいましたね。今前半まもなく30分です。おっと、ここで出ていって前に行かねばな。危ないとこですね。さあ、ラメルが早いぞ。これは妨害しないといけないんだ。ちょっと無理があるんじゃないかと。ここもピンチ。キーパーパンチにちょっと個体性が乱れる。前半終了ですね。かなり溜まってますね。さあ、こうなると結構後半が危ぶまれますが、優奈に変えるわけにもいかないしな。ここは確実に守備を鍛えましょう。かなりチェンジ。マナミはどうだろう。マナミはまあ悪くはないですけどね。リオ、ここはリオを起用しましょう。これで交代枠を使い切ります。さあ、後半ですね。まもなく10分経過。まだ両チームとも点が取れておりません。さあ、ここはやばい。カナがナイスクリア。押されております。さあ、真ん中に突っ込んだが、ここはなんとかクリアしました。残り30分。おー、ノーホイッスル。助かりました。さあ、慎重な球運びを行っております。おーっと、中野。さらに、モンナ、一気に攻め上げて1対1になった。危ない。おー、左、助かりました。おーっと、キロタ、シュート、ここはパンチングでかわす。さあ、ピンチが続くぞ、あやか。今度、あやかが、ファルですね。おーっと、ここで、
マゼランイエローカードです。さあすでに残り10分となっております。おっと、行ってる間に試合終了です。スコアレスドローでした。さあダイジェストが今流れております。かなりですね来ててしまいまして申し訳なかったです。端末の状態がうまくいきません。1点経験ですよね。無線認識が勝手に動いてます。今日は特に調子が良くありません。防戦一方となっております。第1、これは危なかった。左に反らしてくれて助かりました。これも危なかった。キーパー必死のパンチング。試合終了です。ご覧の通り、でも完全に抑えてますね。相手はシュート13本、枠内7本。こちらシュート3本、枠内は0ですからね。はい、ということで6勝3敗、5引き分け。勝ち点は23のまま、まだ2位を狙える位置ではあります。女子選手はいないですね。すごいな、国分。S が3つもありまして、B とかですからね。もっとゴール決められるだろうとか思ったりしますが。選手は疲れがないですね。これは久しぶりに練習試合やっても、いいかもしれません。お、1.5 倍の特訓効果ですね。もう一人緑やってみますか。というわけで、今回の戦い引き分けとなりました。次回ですね、練習試合をおそらくやるかと思いますが、その後公式戦富山ミラージュが控えております。まあこれは12位なんで必ず12位ですし、そんなにパラメーターも高くないんで必勝といきたいところです。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。
よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。